3年ぶり13回目の夏の甲子園出場を決めた愛工大名電高校の野球部。今日、選手や監督が名古屋市の河村市長を表敬訪問し、甲子園での勝利を誓いました。愛知県大会はこうしたコロナ禍の中でたくさんの人に応援していただいて、それが力となって優勝することができました。名電らしい野球をして、必ず愛知県に優勝旗を持って帰ってこれるように頑張っていきたいと思います。夏の甲子園は新型コロナウイルスの影響で去年中止となり、2年ぶりの開催となります。今日夕方にはオンラインでの組み合わせ抽選会が行われ、1回戦の対戦校が決まります。